ご利用ください。おはようございます。それでは、今から、これが私のボートフィッシングということでトークショーを始めていきたいと思います。ではまず自己紹介の方からさせていただこうかなと思います。はい、私は、リンカのリンリンブログという、釣りのブログをやっております、釣りガールリンカです。皆様よろしくお願いします。はい、釣りガールユイコンです。よろしくお願いします。はい、キャプテン時々アングラー時折カメラマンドライターのキャプテンマッキーです。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日がもう最終日となりましたよ。はい、早いですね。早いですね。まあ、私たち2日しかいなかったけど、土日だけだったけど。そうですね。でも早いですよね。そうですね。あっという間にお客さんいっぱい来てくれて昨日。そうですね。もうあのトークショー3本してバタバタしてるうちに終わっちゃったっていう感じで。早かったですね。すぐ終わりましたね。はい、どうですか、ゆいぽん。初トークショーだったと思うんですけど、昨日がね、土曜日が、この仕事しだして初のトークショーということで。そうですね。めっちゃ朝一はね。すごい緊張しましたね。もうめっちゃ緊張してたのが。3回目のメインステージは結構楽しくできましたけどね。もう3回もやると慣れてきたもんで、はい、ね、バッテンしましたもんね。バッテンしました、昨日。メインステージでバッテンを隠れ技させてもらいました。まあ、ちょっとね、ここはバッテンできないので、ここはね、してしまうと思うので、ね、メインステージの方でね、ぜひ見に来てください。披露していただきたいと思うんですけれども、はい、メインステージはちなみに12時5分でしたね。開催ね、はい、12時5分から、はい、開催となっております。メインステージも来ていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。特集始めますか。はい、お題は始まってます。始まってますね。お題が何でしたっけ。ボートフィッシングの魅力ですね。はい、はい、いや、キーワードまず決めそうですね。最後にじゃんけん大会でプレゼントがあるので、あのキーワードの方を決めておきたいと思います。はい、考えてなかった。もう何でも。何しようかな。さっき食べたものとか昨日食べたものとか食べたものシリーズ。まだ食べたもの、昨日もちょっと食べたものシリーズやったんですけど、昨日食べたの中華やった。中華で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 中華食べたんです昨日。また食べ物来ましたね。中華で中華で、はい、じゃあキーワードは中華ということでね、はい、最後の、じゃんけん大会の景品を受け取るのに必要となってきますので、はい、皆さんもしっかり覚えておいてください。はい、まあ、全然関係なかったですね、釣りは。全然関係ないです。確かにいつも、ね、昨日から全然関係ないことばかり。お肉、お寿司、中華で、じゃあね、ボートフィッシングの話をちゃんとしましょう。そうですね。ちなみにじゃあお二人いつぐらいからボートで釣りを始めましたか。あ、でもどうでしょうね。私釣り歴のほとんどはおかっぱりなので、ボートに乗ってる回数の方が少ないぐらいなんですよ。はい、でもボートにまだ乗るようになったのっていうのは3、4年ぐらいかな。3、4年ぐらい。そうなんですね。はい、それはその時からもう自分で免許を取って自分で操船。いや、最初は免許は持ってなかったですね。まあ、ボートって言ってもそのレンタルで無免許で行けるぐらいのボートも、はい、2馬力とかもあるじゃないですか。で、ああいうのから始めていった感じで、まあ、やっぱりああいう2馬力とかのボートで走ってると、周りの免許持ちの方がブンブン走っていくじゃないですか。で、しかも私、リフィールドが琵琶湖の方がメインなんですね。なので、かなり広いんですよ。2馬力ってちょっとあのワンドの中ぐらいしかできないぐらいの、あの感じだったんで、で、そろそろちょっと免許欲しいなと思ってた矢先にイベントがありまして、ちょっと、女の子をあの船に乗せて一緒に釣りしましょうみたいなイベントだったので、あのガイド免許いるよねっていうことになって、もうついでにあの免許とガイド免許両方取っちゃった感じです。なるほどです。だから一応ガイドなんですけ ど、してない営業してないガイド登録だけしてる。はい、いつかはしてみたいガイド。うん、でもまだ自信ないからちょっと今頼まれてもすごい魚とか見るのとか難しそうですよね。そうですね。多分でも琵琶湖はすごい浅い方なんでまだ楽ではあると思うんです。海みたいに難しくはないとは思うんですけど、まだちょっと自信がないので。じゃあゆいぽんはボートで釣り始めたのはいつぐらいですか。ボートはいつぐらいかな。釣りは結構小学校低学年ぐらいから始めたんですけど、うん、その時も ボートおかっぱり。その時はおかっぱりですね。あ、そうなんですね。でやっぱりみんなおかっぱりから入って、ボートそうです、ね、いつぐらいから。いつぐらいかな、5年前ぐらい。あ、そんなもんなんですか。やっぱりそれはお母さんのに乗るようになってたんですか。そうですね、はい、
そう、ゆいちゃんのお母さんはね、あのボート屋さん、あ、ボートのガイドさんをね、はい、やられてるので、はい、女性ガイドね、いっぱい連れてってもらいましたね最近もいっぱい、ね、最近は行ってますね、大阪湾の方で次ギングも行くし、まだ免許持って持ってないですよ、はいね、だけどやっぱりそうやってやってると欲しくなってくる、欲しいですね、やっぱ免許、うん、運転してる人見てたらかっこいいし、自分も運転してみたい、うん、じゃあ今年はぜひ免許を取って、はい、絶対取りますね、東発さんの船せっかく乗ってロケとかやってるから、ね、うんうん、そうですね、またそういう、そうそう、あそこにあの動画で流してますけど、またあの東発ファミリーで行きましょう、ええ、そうそう、またね、そんな感じでロケしながら免許を取るような企画とかして、うん、ね、したいね、ね、やったら楽しそうだなって思うので、うんうん、まあ、ぜひできれば今年そんなのやってみたいですね、はい、ちょっと僕の話していい？あ、はい、どうぞ。あのボートの免許取ったのは今から6年7年ぐらい前なんですけど、はいはい、どういう、もう一番最初あの釣り始めたのも2歳とか3歳から始めてて、すごい、英才教育ですね。英才教育って親は全然釣りしなくて、あ、そう、1歳とか3歳から自分で、そう、いやいやいや、だけどだからなんかこう釣りっていうのをどっかで知って連れてってくれって親に言ったみたいなんだけど、あ、もうそれ物心つくまでの記憶とかあんまないから無理やり連れてかれてたんだと思ってたんだけど、ある時そうだって言われて、あ、そうなんだと思って、あのおじいちゃんがヘラとか釣りする人って多分覚醒遺伝みたいなやつでだと思うんだけど、でその最初の始まりがハゼとかキスって、まあ、餌釣りで、はい、あまあ、お子様でも気軽に楽しめる、手こぎボート借りてとかおかっぱりとかで始まって、はい、小学校の時にあのバスブームがあって、はい、来ましたね、ね、うわーって楽しそうだなと思って、うん、そこからずっとやっぱおかっぱりでやってたんだけど、はい、まあまあ、ボートをもうやってみたいなと思ってボートの免許も取って、まあ、いろんなボート乗ったりとかしてたらやっぱりこういうあのお仕事いただくようになって、うん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 、すごく、まあ、ボート自体自分が楽しいんですけど、やっぱりちょっとハードルが高いっていう、まあ、イメージがあるので、意外とそうでもないよっていうのをちょっと伝えていきたいなと。そうですね、うん、まあ、おかっぱりから始める方がやっぱり多いと思うの で、まあ、おかっぱりと違うまたボートで釣りすることの魅力っていうのを、ね、知っていただけたら、まあ、そういう免許を取るっていう、ね、あのモチベーションにもつながっていくと思うんですけれども、ね、まあ、最大の違いって何だと思いますか、おかっぱりと、ね、比べてみて、はい、ゆい君どう？何ですかね、ボートならではみたいな楽しいの、やっぱり釣れる魚も変わってくるし、そうですね、海だと特にね、かなり外洋まで出れるので、うんうんうん、もうジギングとかはもうかなり外まで出ないと絶対できない釣りになりますよね、うん、釣ってみたい魚とかある？釣ってみたい魚、やっぱ GT かな。あGT もね、あのかなり行かないと釣れないので、ね、もう住むところもだいぶね、あの南の方まで行かないと釣れないぐらいのレベル、ちょうど多分今ぐらいの時期がいいんじゃないかな。あ、そうなんですか、うん、そうですね、なんか夏ぐらいがいいとか聞きましたけど、そうでもないんですか？いや、まあ、GT やったことないからあれだけど、とあるお母さん役の方に聞いたらなんか、うん、ちょうどこの土日に遠征を予定してるから、はい、東発さんのお仕事は手伝えませんってちょっと断られまして、ね、じゃあちょっとすいませんけど違う人紹介してくださいって言って、でゆいこん紹介してくれたんです。そうなんです。だからお母さん多分釣りに行ってると思います。そうなんですか。お母さんが一番釣りバカじゃんみたいな。でもお母さんね、そういつも大阪まで釣りしてるから、う、違う場所で釣りしたらめっちゃ楽しいって言ってました。そう、そうらしい。どうもいつもと違う魚が釣りたいっていう。そうだからやっぱりその、ね、幅広くいろんな魚って狙える、おかっぱりももちろん狙えるけど、うん、そうですね、ボートってさらに広がるから、うん、そうですね、いろんな釣り方、いろんな魚種が釣れるっていうのも楽しみではありますよね。リンカさんあれだっけ、深海魚を狙いに行ったんだけど。深海魚やりました。はい、あのバラムツ狙いで行きまして、まあ、サッドウという、まあ、別名アブラスコムツという魚を釣ったんですけど、はい、まあ、多分名前じゃね、あの分かりにくいと思うんですけど、はい、そのバラムツっていうのはあの、まあ、お刺身とかにして食べますと人間が消化できないあのワックス系の油を含む魚で、はい、あの体外にこう透明の油が出ていってしまうというちょっと恐ろしい魚なんですけど、食べすぎるとワックスを人間が処理しきれない種類のものなので出ていってしまいます、はい、いろんな方法で、いろんな方法で、いろんな方法
出ていってしまうというちょっと恐ろしい魚なの で、 怖いです、ね、1日 の、 あの食べれる量が決まっているんですけれども、でも釣りするとね本当に引きがすごい強かったりして面白いんですよ。大きさどれぐらいなの？大きさ油底物ねどのぐらいだったかな。あ、あんまり私が釣った油、あ、私が釣った私が釣った油底物でも10はないぐらいですね。10キロ、いや10はないぐらい、ないぐらい、7、8キロぐらいじゃないですかね。大きいのでもそのバラムツより油底物の方が引きが強いらしくて、暴れ方がもうすごかったです、暴れ方がもうなんか竿を持ってるだけで精一杯ぐらいふわーって暴れるんですよ。もうめちゃくちゃに。でそこで暴れた後にまた水面に上がってきた瞬上がる瞬間にふわーって暴れ出すんで、その時また大変なんです。じゃあ最後の最後まで暴れるんだ。そう、あ、全然バテないんですよね。やっぱその油が体力を作ってるのかな。わかんないです。パワーの源。わかんないです。もうさばいてる時。表面も油。あ、表面はね、なんかちょっと恐竜っぽいっていうか、なんか恐竜ちょっと黒銀みたいな。ドツドツ的な。黒銀、なんかね、サメ肌みたいな感じのダラッとした感じだったと思います。はい。中はなんかもっちりとして。もっちり。美味しいです。美味しいんですよ。美味しいんだ。めっちゃ美味しいんですよ。あの油、あの油だらけだから、めっちゃ美味しいんですよ。柔らかくってプニプニで。でも2切れ以上食べたらダメって言われて。2切れでダメなの？2切れで、2切れ以上食べるともう油出ていっちゃうよ。次の日大変なことになるよみたいな。でも肌プルプルなりそうですね。あ、でも吸収できないから。うん、あ、出ていく。なのかなって感じですね。じゃあ今度東発さんの船で、ね、はい、狙いに行く。深海魚釣ってみたいです。そう、面白い、うん、それ以外のサメとかの深海魚もやったことあるんですけど、面白かったですね。サメなんか 500m とか狙うか、うんうん、深海 500m の底とか、うんうん、2キロの重りとかつけますか、重そう、こんなでかい。あと今深海魚、ノドグロね、赤ムツがすごい流行ってるんだけど、うん、美味しいんですよね。美味しいよね。某テニス選手の錦織さんが好きだって言って、はい、某テニス選手の錦織さんってもう完全に某じゃなくて言ってますよ。某じゃないですよ、ね。そう、それでまた人気が出て。あ、そうなんですか。錦織さんって釣りしてるんですね。あ、食べるのが好きなのかな。あ、食べる方、ね、食べる方専門だと思うけど。なるほど。で、人気が出てるみたいな。そうなんですね。錦織さんプレゼントするのかな、みんな。いや、わかんないけどね。みんな送るのかな。わかんないけどね。でも、ね、流通量が少ないからなかなか手に入る。そうですね。ちょっと特殊な魚ですもんね。うん、だからそれぜひこの船で行きたいなと。行きたいですね。ちょっと妄想してるんですよ。そうですね。なんか結構そういう深海系の魚ってなんか取れない魚が多かったりして、高級魚が多いですよね。そうですね。高級魚多いですね。あとなんか網で取れないね、うんうんうん、あの系の魚も高級魚がやっぱり多くて。網で取れないとはどういう。あの一本釣りじゃないと取れないような魚は結構、あの頭とかもそうですね、まあ、ボートだったら結構ポンポン釣れるんですけど、はい、あれはあの岩の間に根付いてるんで、はい、あの網じゃ取れないんですよ。あ、そうなんです、ね、だからあの竿じゃないとなかなか釣れにくい魚で、で高級魚とされてますね。あ、このぐらいの高級魚2700円とかしてますか、前見たら。そうそう、いや本当にそう。この間ね、あの映像の中でもガシラポン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 めっちゃ釣れたけど、ね、けど高級魚なんですよ。市場では意外と釣り人は釣れるけど、そのね、量として成り立たない量とか意外とあったりする。そうなんですよ。でもボートで行くとやっぱり人の攻めてないポイントに行けたりするので、100匹とか釣れる時ありますけどね。あ、釣れる時はいっぱい釣れる、ね、釣れる時はすごい釣れる、ね、やっぱだからボートの魅力で魚釣ること自体もそうだけど、それ持って帰って食べるっていう楽しみがある、うんうん、そうですね、それはやっぱり大きいと思います。まあ、新鮮なね、あの魚を食べられるっていう、持って帰って、なかなかこう工場地帯で釣りすると気になるという方もいるんですよね。その工場地帯 の、 あの廃棄とかで魚があれなんじゃないかって気になる方がいるので、やっぱり外洋の方で釣った魚の方が安心して食べれるっていうのはありますね。じゃあ簡単にまとめると、はい、いろんな魚が釣れて食べても美味しい魚が多いよ、はい、じゃあぜひボートで行くと。 そしてやっぱりおかっぱりよりもあの普段攻めてないポイント攻めれるので釣るのが簡単ですね、はいはい。でも何にも釣れないことあるけどね。ありますけどね。ボタン真っ赤なのに何も釣れないんで。まあまあその辺はね、やり込んでいくとね。やり込んでいくとまた面白いと思うんで、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひぜひこちらのね、東発ブースのボートも見ていてください。で、東発さん実は船外機を、はい、
あの初めて日本で量産したメーカーさん。あ、そうなんですか。今年ちょうど60周年ということで、すごい裏に60周年ですよ。すごい古いのがあるんで、ちょっとよかったら見ていってください。歴代の、ね、歴代のがもう試作品からあるから、博物館みたいで面白いですね。ちょっと見ていっていただけると嬉しいなと思います。はい、ぜひ皆さん見ていってください。はい。